ということで、えー、ここからは特集ということで、えー、赤星選手に、えー、ロシアリーグや、まあ、赤星選手のキャリアについてちょっといろいろお話を伺っていきたいんですが、えー、まず、えー、と今、UFA、えー、というチーム、はいえー、FCUFA というチームに所属されているん、えー、ですが、えー、どんなチームかちょっとご紹介いただいてもよろしいですかえっと 去年まで2部のチームだったんですけど、昇格して、今1部に上がってきたチームで、今11位かな、のチームなんですけど、まだ上がってきたばっかりなので、あ今年は多分残留みたいなのが目標で、やっていくような感じの今、順位は何位なんですか、11位、じゃあ結構、残留は結構でも、そうですね、でもロシアの4チーム。はい 落ちちゃうというかあの2チームは落ちちゃってもうその上の2つはプレーオフみたいなのがあるなるほど結構プレーオフにギリギリなるほど16チームですよねそうですね何チームありますかって聞きます16チームということでウファっていうのはどんな町なんですいや全然僕も最初知らなかったんですけどいや結構人口多いんですよね人結構いっぱいいてそうなんですねでなんか町の感じとしては結構山に 山を削ってこ町にしたみたいな感じなんで、へ<ー>坂もすっごい多くて、あ、そうなんですね。うん、あとロシア道広いです。道広い。四車線とかありますかね？あ、そうなんですね。四車線四車線とか、へ<ー>超広いです。それはあれですか？そのなんか僕もちょっと調べたら、えっ、ー、と石油のあれなんですよね。そうですね。で、そういうところでまあ道路を 広く作ってるとか、ロシアでは土地が余ってそうって来てますけど、そういうの余あってんじゃないかな、広すぎて。そうすねちなみに、あの、ロシア料理で何が好きですかって聞いてるんですけど、なんか、ウファの料理とかってあったりするんですかいや、ウファ料理はないんじゃないですかないんです多分ね、僕もあんまり食べてないんでわかんないですけど、何なんですかね、ロシア料理。でもなんかスープみたいのは、美味しいんですけど、はい 何スープかよくわかんないですけいつもボルシチ的なやつですからボルシチあんまり好きじゃないんですよ僕でもんかんとかスープみたいなのあるんですけどいつもこれ何って感じですなるほどだからロシアではスープがよく出るとそう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 ポーランドも同じだったんですよスープメインなんで最初絶対スープから飲むのではいはいはいそこ大事ですね具は何が入ってるんですかスープにもいますけど普通に野菜とあとなんか ハムみたいなソーセージとかは入ってますねポトフ的なのとちょっとなんかポトフなんだけど色が見たことない色みたいな何色赤かったりとか赤かかったりとトマトソースじゃないんだけど赤かったりとかしかそれに向こうの人は白いサワークリームみたいなやつ乗せるんですああなるほど確かにロシアそういうイメージありますねやたらはいそれをね乗せて 食べるんですけど、あんまり違いわかんないっていう。これいるっていう。なるほど。僕からしたら。それのサークリームにあんまり味がついてる。やたら入れるんですよ、ロシアの選手とか。絶対なきゃダメみたいな感じで。はい。でもあんまり入れても変わんないじゃないかな。そうですね。なるほど。はい。ということで、ロシア料理はスープが、そうすね僕は好みということで。 ちなみにえっ、ー、とロシアリーグまあ先ほどウィンターブレイクが三、えー、ヶ月もあるっていう話もあったんですが、えー、なんか僕のイメージすごいまあやらしい話をしてあれなんですが、はい、ロシアリーグって給料が高いイメージがあるんですけどその辺ってどうですか？そうですね。はい。まあ高いですね。高いです。比較的やっぱり高いと思います。うん、正直やっぱり日本よりいいいいとは思うので<あ>全体に。なるほど。やっぱりあの。 赤瀬選手も、えー、ラトビア、はい、コーランド、ロシアというような形でちょっと,ょっとずつ、えー、ステップアップしているようなう、ね、ところもあると思うんですけどやっぱりちょっとずつ給料がう上がっていくみたいな感じですね。なるほど J リーグよりも、まあ、でも本当、トップレベルの選手を見ても、はい、その例えば、えー、そのゼニトであったりとか、そうですね、チェスカであったりっていう選手の給料を見ても、すごいいですね、あと、これからちょっとあれですけど、外人枠が基本的に多かったので、はいはい、それもあって、外国人の選手にお金をすごい払うので、たぶん、はい、多分まあ日本人の選手は多分1億5000万とか、それぐらいよく言われてますけど、はい、向こうの選手は手取りですからね、それを。 えー、倍払ってるみたいな、すごいっすね、やっぱりそういう選手がゴロゴロ、はい、多分いるので、それゴロゴロいるんですね、ゴロゴロいますね、日本、多分一1億超えてる人、そんなにいないですよね、いや、多分ほとんどいないんじゃないですか、手取りでは、手取りで超える人って、ほとんどいないですよね、いないで,すねでも向こうは、基本、手取り額で,で言うので、外国人選手には、そ額がほど、給料なんで。 あそこはもう全然スタイルが違いますねへえ、あはい、そうなんですね、向こうは手取り額で言うんですね、はい、そうです,そうですだから、いくらって言われたら、その額は絶対もらえるので、そこから税金を払ってなんとかっていうのはないです、クラブが払った後にもらうので。はあ そうなんですよじゃあ逆に言うと J リーグに来る外国人ってちょっと最初戸惑ったりするんですかね多分そうだと思いますけど、まあ、僕も詳しく正直日本の,あのそういう契約に関して細かいことは知らないんじゃないですけど、はいはい、もしかしたら外国人の選手に関しては、はい、あの手取り額で言ってやってる可能性はあるとは思います。ただあのこうに出てるのは もちろん税込みという可能性もありますし、そいそれの詳しいことはちょっと選手に違うので、うん、分かりませ、ねうんちょっと興味深い質問を聞いていますけど、勝利給どうなんですかって聞いてますけど、勝利給も J リーグより高いはるかに高いですね、まあ僕も聞いた話では、僕らチームはあれですけど、まだ、銭湯、はいまあ、あたりになったら、はいはい、あの1試合でもう300万ぐらいなのかな。えーあの 出てる選手からベンチまで全員もらえるっていう説は1人300万ですかす試合ですねチャンピオンズリーグとかになると500万から1000万試合によってはあるマジっすか存在高いんですかすごいですだからまああのクラブによってはそういうのがそれももちろん手取りなんでそれも手取りで場合によってはキャッシュっていうパターンもありますキャッシュで試合終わってそのまま直接っていうすごいですね ロシアリーグってすごいなんか大盤振る舞いなんでまあ中東だったりもそういうのあるとは聞きますけど、ねはい、カタールみたいなクラブあのとかサウジアラビアとかもこれ今、コメントでも来てるんですけど、うん、それは燃えるって来ていますけど、うん、やっぱ選手としてはその勝利球って大きいですよねまあもちろんそうですよね、まあ、それがあるからやっぱり外国人のいい選手たちも来ますからねそれはやっぱりちょっと大きいかもしれないですね。 あまあ、じゃあちょっと J リーグもぜひね、あのそういうふうになっていってほしいなとは思うんです <laughs> 破産しちゃうでしょ、そんなこと、や <laughs> 本当、某 J リーグチームがこうすごい連勝した時に、<ー>勝利給が高くなりすぎて破産するかもなんて言われてたことが、ねはい、払えないみたいな、ね、はい、J リーグのはありましたけれども、まあ、海外、まあ、でも、まあ、ロシアの場合、多分エネルギーがやっぱり、オイルだったり、はいあの、ガスみたいなのがスポンサーについてるのがほとんどるのでなろうな。 まあまあ、あまりなくなることはあまりないというのはありますけどなるほど<ー>そのエネルギー系のスポンサーがついてるところはやっぱり結構そういう大盤振る舞いしているとちなみに右派はそ,そこまで大盤振る舞いいや右派もまあまあですねし右派もなんか調べたところによるとちょっと石油の価値というかそう,、うん、そうですね、はい、僕らもまあ それなりにまあ一試合100万ぐらいはあるのかなで、はい、レートだと分かんないんで、えー、それぐらいは多分あると思います、ね。はい、マジですか？一、はい、試合100万あるんですか勝利球？ありますね。すげえ。それはちょっとあれですねなかなかロシアリーグから移籍できないですね。<laughs> いやまあそうですね。お金だけで考えてしまうと。<laughs> そうですね。なるほど。うん、はい。あとですねえっ、ー、とそもそもその、えー、赤星選手がまあ。 ヨーロッパに移籍しようというふうにこう思ったきっかけっていうのは、まあ、僕としてはやっぱりあのその時はあは日本でラ、はい、ワレッツでプレーさせてもらって水戸ホリホックだったり J2 のチームだったり J1 のそういうトップのチームだったりいろいろ経験させてもらって、はい、まあやっぱりあの外国にチャレンジしたいという思いももともとありましたし、はい、そのタイミングで。こう、うんあのー 友達からちょっと海外挑戦してみないみたいな話をいただいたのでそれでそっちにやっぱりモチベーションがすごい高かったのでまあもう国関係なくとりあえずサッカー人生短いのでやりたいなと思って行ったのがきっかけですかね最初一番最初に行った国はラトビアになるんですかそれラトビアはどういう国いやもう全然どこって感じでしたからね絶対ですよねどこみたいなでもラトビアってどこみたいな感じでしたけど それこそみんなみたいにグーグルで調べる、はい、感じでやって、はいはい、でまあ知秘の情報とかはそのあのエージェントの人だったりとかに、はい、あの調が聞いてましたけど、うん、でも行ってみたら意外と良かったですけど、ね、あいい国でした、ね、いい国だいぶそのそのどどの辺がいい国といういやなんかこうまず人が優しかったですねあなんかねなるほどあれがすごい好きだったんですけど 向こう結構、路面電車みたいなとか、はい、あのがあってこう、横断歩道が、信号があのない横断歩道が結構あるんですけど、はい、車止まってくれるんですよ、あと路面電車、えー、人がいたら、えー、止まってくれて、なんていうんですか、こう安全にこうなるんで、いや、いいなと思って、このシステム。すですごいねこう日本だった はいうそうですね。止まれっていうのは結構危ないからみたいな感じなんですけど、向こうは多分気を付けないとい、ね。多分ルール的にそうなってるせいか分かんないですけど、だからみんなが止まってくれるか、うそういう事故とかなんないですよね、ええー、じゃあ、なんかなんですかね、みんなに心に余裕があるんですかね。分かんない、なんかそういう文化なのか分かんないですけど。えー、僕なんかラトビアっていうと、ユーロも出てたりしてた、はい、じゃないですか。なんか結構コレクティブなサッカーを。 やるっていう、代表はそういうイメージがあったんですけど、リーグはどういう感じなんでいや、リーグは、なんか結構、ヨーロッパよくありますけど、上の何チームかが強くて、下が弱いみたいな感じでしたね。まあでも、なんか、何人かの選手はやっぱりそこから、若い選手多かったので、みんな若い選手はそこでよくて、ロシアとか、なんかわかんないですけど、いろんな国に、ポーランドだったりっていうのに、結構、売られて出ていくみたいな印象でしたねなるほど。 じゃもう若い選手はこれからもっと大きいチームに行くためにみたいな、うん、感じがそういう選手がいたですね。はい、なるほど。その後、えー、ラトビアで活躍してポーランドに行って、ポーランドでもすごい大活躍されたという。い大活躍というほどではないかもしれないですけど、はい、まあ一応チームと一緒に、はい、まあ二部から一部にあの昇格も経験させてもらいましたし、はいはい、まあ結構こうあの周りからは。 よくしてもらいましたね結構、あれですかそのロシアラトビアポーランドって似てますか、うん、あ似てますけど、うん、性格的な感じとかはあ<ら>、まあ、若干違うかなって感じはありますね、うん、なんか国によってリーグの特色としては結構似てる感じありますか、うんまあ、多少は似てるんだと思いますけど、はい、ただ、まあ、ポーランド 動画一番激しかったかな。そうなんです。ロシアよりもポーランドがすごかったですね。意外ですね。そうなんですね。ロシアのが僕は激しいイメージがいやロシアのがもうちょっと早い感じですね。早い感じやっぱりスピードとかそういうのがある感じですね。あんまりガツガツって感じまあしてますけど、ポーランドのがすごかったですね。J リーグと比較して海外まあその参加国 なりますがこう大きな違いっていうのはどういういところにありますかうんこれ結構いつも聞かれるんですけど、はい、結構難しい質問なんですけどやっぱり多分一番ベースはやっぱりフィジカルが違いますよねサッカー的なことで言うたらあとはやっぱりこう日本の場合ってファンの人たちがすごい優しいから、はい、あのなんていうんですかね海外、ポーランドの時もそうですけど。はい 試合負けたあとは外は出れないですからね、<え>やっぱり、文句言われるし、だからこそ次、勝たないとっていう,こう、はい、なんかこう緊張感もありましたけど、はい、あと、それでやっぱ良くなかった時に新聞にもすごい叩かれるし、良くないって、<え>はっきり、それえなんすかその、あれですか、こと言葉でこうどやされるみたいな感じですかいや言葉もありましたし、はい、僕ら6、6 なんていうんですか練習場に押しかけられてファンに、はい、全然ダメだから、はい、なんかグループが50人ぐらい来て、はい、散々文句言われてえー、えとかありましたよ23回あったかな怖いっすね怖いけど、はい、でも別に彼らのが言ってることは別におかしいことは言ってなくて結構言ってたのは、はい やっぱり僕らはこれみんなを応援するために働いてチケット買ってやってるんだから例えば練習終わった後ちゃんと挨拶しろとかそういうもっとしっかり取り組め的なことを言ってるので別にまた外れてることを言ってるわけじゃなかったのでそれは良かったかなと思いますけど物投げたりとかね。 そういうのはちょっとあれかなと思いますねそういうのはなかったですけどねそういうのはないですいだから車にいたずらされたりとかそういうのなかったですけどバスに石投げられたりとかそういうのはなかったけどそういう攻撃的なそれは全然ではなくての喧嘩したいとかそういうのではないと思うんですよただちゃんとこういう俺らは意思があるんだよっていうのを伝えたいみたいな選手にっていうのはあったのかなっていうそれででもホーム 1試合試合はなかったですけど3試合ぐらいしたらちょっとあれですねあとはあんまり良くなかったりするとあとバックパスとかねバックパスとか。バックパス連続してたらやっぱ鬼ブーイングされてええそうなんですねもう前行け前行けみたいなへそういうのそういうのあるんですやっぱり消極的なのは嫌いますねやっぱり。 やっぱ、その、ゲームの内容を見て、うん、その辺のことをすごい厳しくついてくると。そうですね。だから、そういう意味では熱い。っていうのは。うんうん、まあ、日本の人とは、ちょっと、はい。また、少し違うのかな。なるほど、ありますけどね。あの、あの、あ、あこしさんが言った裏もすごい熱いじゃないですか。はい、裏はの熱さとは、また、ちょっと違う感じなんですか。いやー、まあ、う、まあ。 逆に浦和レッツのファンは、うん、まあ日本人のファン、まあ、あれだけ人数で、うん、あれだけ本当にチームを応援してくれてるっていう、クラブって、はい、多分世界的に見ればそんなないと思うんですよ。確かに。か相当逆に言うなら相当いいファンですよね。なるほど。僕らからしたら。はい。 あ,のあんだけみんなが応援してくれててみたいな結構こうまあもちろんその文句言ったりとか、はいね、結果がついてこなければあれですけど、はいはい、それでもやっぱりあんだけ応援してくれてるわけだから常に、ねうん、まあいいなとは思いますよねなるほどはいあと他に何かこう J リーグとの違いっていうの何かあればそうですねまああとは よく海外よくあるあるだと思うんですけど、給料、未払い、遅れるは普通ですそうなんですね、僕のクラブはそこまでなかっただと思うんですけど、でもよくある、それは。未払い未払いまでもあるうちもあると思いますけど、遅れるのはも普通なんですね、普通にあると思います、みんな。あのごしさんも遅れたことありますし、最初、僕、ポーランドの時いつが給料日だったかっていうのはいいきなり払われてるみたいな、明日払われるからみたいな。 別にそ,のそれにみんな慣れてるからなんか日本とかだったら1日遅れたらもう恥ずかしいみたいな確かに社長、謝っちゃうみたいな感じですけどそうです、ね、向こうはもうオーナーが絶対だからもうそんなの払える時に払うんだからいいじゃんみたいなや <laughs> <laughs> だから結構向こうはそのオーナーとか社長が絶対なんで逆らえないんですよね、そこには。 それはオーナーに対しても、選手もなんかこう、コミュニケーション取ったりっていうのはありますけど、僕とか外国人の選手だったんで、特にそういうの気にせず、話しかけたりとかできますけど、やっぱその国の選手、ポーランド人だったら、ポーランド人、たぶんロシア人とかは、ビビってるよねずっとしゃべってるのに、社長がロッカールーム来たら、急に黙るみたいな。 あ、それやっぱそれぐらいのこうなんていうんですかね、影響力っていうのはあるんですね。いやありますね、やっぱり。へー、そういうのはあるやっぱり。なるほど。はい。それはなかなかあの聞かな、日本だとちょっと考えられない感じじゃないですか。ですね。でも日本に多少あるじゃないですか。あ、それ車中きたら結構たるみたいな。ああなるほど。んかね、あこっちもあるんだみたいな。はい。そういう感じ多少やっぱこう。なるほど。はい。 日本でも社長が来たら黙るというかちゃんとするというのでミスしてる方が社長だったらどっちかというと社長からみんな申し訳ないみたいな感じじあるゃないですかポーランドとかロシアとかロッカールームで散々文句言ってるんですよなんでいつ払うんだとかなんであいつ払わないんだみたいな言ってる割には社長が来たら急に黙るみたいな。 なるほどで説明されたら、はい、特に反抗もせずうん分かったみたいななるほどで出てった瞬間また文句言ってるんですよ <laughs> また言ってること違うみたいな<笑><笑><笑>ずっと言ってはは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 コメントで来てますが僕もここ この番組でですね、社長と共演することがあるんですけども、あ、ほですかやっぱ社長の時は、こう、コメントで、萎縮してるってて書かれるんですよ。結構普通だよね、でも。いや、やっぱ人間そういうもんですね。いや、そういうもんです今、僕に自分も置き換えたら、僕もそうだったあ、だから、あれ、それですよ。それ世界どこも共通だんで共通なんですね。世界共通で、社長が来たら、こう、ちょっと、みんな大体みんな静かになっちゃうという。大体そということですね。なるほど、確かに。 あと皆さん、えーと、そろそろ時間のあっという間に12時58分になってますね、えー、と赤星選手の質問、どん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 ん書いてください、はいえー、そううなんですもうあっという間にちょっとエンディングを迎える感じになっちゃうんですが、えー、ちょっと延長してもいいですか、大丈夫ですか、すいません、ありがとうございます、いいなすちなみにこニコ生、これ、あいい質問来てますね、美人多いですかって聞いてますけど、あ多いですね、多いですか僕、ポーランドの方が好きだったけどね。あ ーランドの方が美人が多い。多い。だい多いですよ。あ、本当ですか。だいぶいますよ。どどういう感じ？なんかやっぱりスラッとしてる感じであの,、ね、<laughs> あのまあ言うならばボンキュッポン的な感じで言い方するじゃないですか。はいはいそれに近い。やっぱスタイルがじゃあいいんですね。スタイルもいいし顔もいいみたいな。なるほど。最高じいで顔だけで、はい、まあ正直あんまり胸が大きくないっていう人とかじゃなくて、全部ある。<laughs> すごいですね。そうそう。だから結構ビビっちゃうんですよね。はい こっちが、えー、えらい緊張しますもん。なるほど、ちょっとなんかレベル高すぎるなみたいな。うん、いやロシアもいますからね、でもそういう人、はい、で身長も高いんですか。高いですね。はいうん、まあそうですよね、うん。そうですね。なるほど、女性はじゃあスタイルがいいとと、うん、いうことですね。なるほど。芝のコンディション、そうですね。僕もちょっと芝のこと聞きたいんですけど。うん どうですか人工芝とかってやりづらさみたいなのはや,やりづらいですよ。人工芝はやりづらい。けど、はい、まああのまあ芝のところもあるので、はい、芝のところはまああれですけど、まあ人工芝はやりづらいですね。人工芝はなんか怪我が多くなるみたいなことも,言,ことも言いますけどね。でもロシア人とかそんな怪我してないんで大丈夫なのかもしれないです、ねまあまあ。慣,慣人によるのかな。人によると。<laughs> なるほど、うんはい。確かにそうですね。し芝 でも、どれぐらいがあれなんですか。人工芝なんですか。ええー。ええー、半分は言い過ぎかな。<ー>うん。まあ、六割ぐらいが芝ですね。あ、四割ぐらい人工芝。ね、ええー。あれだけ寒くても、六割ぐらい普通に芝でできるところはあるんですね。はい、うん。まあ、時期一応外して。 まだギリギリ大丈夫かなロシアリーグもやっぱり、あれですか、ヒーター、入ってるんですか、いや、ついてるところは多分ついてると思います、新しくスタジアム作ったところとかにはついてますね、なるほどスライディングしたら痛くないんですか、人工芝は。痛いですか、でも、いい芝、なんかいい人工芝みたいなの使ってるんですよ、いはい。なんか思いのかなんか、ふかふかしてるから。へ で結構その天然の芝に近づけてる感じではあるんです、ねうん、あのもう本当にたまにあるじゃないですか芝ないみたいな人工芝もうあれよりはマシです確かに昔の人工芝居ってやけどしましたよね <laughs> あれではないですなんかあの切れて血が出たりみたいな結構ありましたよね昔の人工芝って相当痛かったですもんねそうですよね、はい、あとはあのロシアで流行ってるものって何かありますかっていうんですけど、えー、ロシアで流行ってるもの、はい 知らない流行ってるもんと違うロシア人のチームメートとかとは喋ったりはいやしますよだからなんかまあ通訳の人だったりとかもありますし妖怪ウォッチはまだロシアにはいやだから私はらなかったんですよあ今回ほら帰ってきたらなんか見てなんかその僕も一応子供がいるんですけど子供がぐずった時にみんなが「妖怪ウォッチかアンパンマン」とか言うんですけど絶対興味ないんですよ 知らないロシアにやっぱ妖怪ウォッチはまだ来てないわけです興味ないから全然効果ないですけど僕も知らなかったんでこの前紅白で初めて見ましただから紅白で初めて紅白で初めて見たあの踊りこんなすげえんだと思ってんか盛り上がってるんだと思ってうちの会社の忘年会もですねもう妖怪ウォッチかぶりがすごい多くてですね出し物やるんですよ忘年会でうちの会社でそれね 3チームがあの妖怪ウォッチをやったっていうぐらい、やっぱ日本は今もう、も空前のこう妖怪ウォッチブームなんですよね。<laughs> そうなんですね、はい、あの歌がやっぱあれなんですか、そうなんじゃないですか、やっぱ覚えやすいっていうところがあるので、あの踊りもあれなんですか、ついてるんですか、そうです、そうです、振り付けが決まった中、<ー>振り付けがあってあ、そうなんですね、お子さんはちなみに今、何歳今、1歳2ヶ月ですね、1>, はい、1歳2ヶ月で、えー、向こうで一緒に住まれて、はいるというこです住 どう、どうなんですかロシアのそのでの育児とか生活っていうのは。いやー、もう、まだ小さいのであれですけど。はい。もう、まあ、あのチームの選手。うん。子供いたりとかもするよね。とか、まあ、一緒に食事に行って、その時に一緒に遊ばす。たりとか。うん、はい。まあ子供言語通じなくても大丈夫ですからね。あなるほど。なんかもう感じで。大丈夫ですか。かじゃ、先週の。あの、チームメイトのお子さんと、こう、ちょっと触れ合ったりみたいな。いうのはあるんですね。 先週というか年末に結婚式をされたブログで見たんですけどもそれは日本に戻ってきてからやろうということでそうですねはい一応そっちでやろうと思ってこのあとまた奥様と一緒にロシアの方もいや僕は先に行って奥様キャンプがあるのでキャンプ中は僕らホテルの中で缶詰状態なんで2か月ぐらいはもう。 完全にその状態で、はい、シーズンが明けるときに、またじゃあ奥様戻って、ね、という感じですね。ああはい、えー。ということで、えっ、ー、と、本日、えー、おめでとうございますって来てます、ね。あ、ありがとうございます。はいはい、ということで、本日、えっ、ー、と、特集じゃあ以上ということで、以上、えー。赤星選手のインタビューでした。ありがとうございました。